が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職、永田光輝と武井さんでございます。はい、こんにちは、武井でございます。いつも永田社長お世話になっております。こちらこそ。実はですね、Facebook の友達が遊びに来ていただきました。もういつも本当にありがとうございます。福岡からのご来店ですね。はい、ちなみに福岡でも、世界ですね、世界文化遺産に登録されました宗像から来ましたので、はい、宗像ありがとうございます。はい、先日もあの熊本ですね、あの天草でしたね、天草、ね、はい、なりましたので、おめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、で実はですね、なんとですね、ありがたいことにお土産としてですね、こちらはこれ長崎のですね、はい、そうです、国産の蜂蜜ですね、はい、こちらはですね、どうぞどうぞ、長崎のですね、近海にあります、農祖自然蜂蜜園さんのところからのですね、あの蜂蜜をですね、やっぱり国産、純国産の蜂蜜ということで、やっぱり永田社長ですね、いやいや、もう国産仏壇を扱ってらっしゃるということで、ぜひお持ちしたいと思って持ってまいりました。ありがとうございます。もう、これはこんな貴重なものをですね、これは本当にですね、あの日本ミツバチだそうなんですよ。はい、ちょっと日本ミツバチの、はい、はい、はい、ものになります。こうメーカーさんですね、一応これですね、あの今日のブログにアメブロちゃんにですね、あのこのメーカーさんのところも全部住所書いておきますのでですね、一つはもちろん興味があられる方はですね、農総自然蜂蜜園さんですかね、はいはい、そうです。あ、社長が農総さんなんですね、はい、さんこういう感じですね。はい、これ、はい、あのアメブロにもあげますのでですね、もしもこれ非常に貴重な、本当国産の蜂蜜、貴重なものありがとうございます。とんでもないです。どうもすいません、はい、ぜひともですね、私もですね、こう長崎との縁がありますけど、まあこうやって一生懸命ですね、国産に頑張っていらっしゃる方のですね、ちょっと応援を配信したいなというふうに思っております。この度もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ、こんな貴重なものですね、ありがとうございます。はい、ではですね、もう本当にこれからですね、熊本駅にですね、お送りいたしますので、本当またいつもまたこれからも来てください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、で YouTube、Facebook ですね、ブログ見ていただいている方、どうぞ熊本仏壇見に来てください。開運仏壇です。よろしくお願いします。